おはようございます。釣り子 TV です。これね、今勝のイールクローラーの10インチ、ね、超ロングワームなんですけども、これ自体はね、結構前から出ているワームで、そんでもって今回ね、2袋買ってきた。ね。これ。ね、似たような色に見えると思うんですけども、人気のミミズカラー。そんでもって上の方が今江ドバミミズね、で下が三原生ミミズっていうことで、ミミズカラーでね、2つのカラー展開、しかもこのちょっとニッチなね、超巨大ロングワームで1袋650円っていうことで、それぞれね3本ずつ入っているんですけども、今かつ普通のメーカーだったらどうでしょうか、このね微妙なルアーっていうか、まあほんとね、って買わない人は買わないと思うんですけども、そんなニッチなルアーで、なおかつミミズカラーをね2つラインナップしてくれたっていうことで、もうレジェンド2人が作ったっていうことで、上のね今江ドバミミズはね、もう今江勝坂プロですよね、最強のトーナメンターがミミズ系の色を選ぶとこういう色になる。で下の三原生ミミズは先日トップ50のトーナメントでも優勝したのが記憶に新しい三原プロが、俺はこの色っていう感じで選んだっていうことで、ね、これまあ本当よくね、このワームで微妙にね、この2つのカラーね、はい、で今回はね、まあ使い方とかね、あの過去のあの各プロのブログとかですね、そういったところでいっぱい紹介されていると思うんですけども、せっかく動画なので、こうそれぞれのねカラーの違いですね、ここら辺をね手元でこう開封してですね見ていけたらな、なんていうふうに思いまして、2つ買ってきてみました。去年ね結構食ったんですよね、この手の長い10インチ近いワームとかね、12インチのワームとか関東のダム湖で投げてみて、あー持ってってる持ってってるっていうねチャンスはね結構あったんですけども、実はね釣り上げることができてなくて、これは悔しいなと思って、さらにね追加で購入して、今年も引き続きちょっと練習してみようなんていうふうに思いまして、まずね三原生ミミズ出してみますかね。このパッケージ開けるのも大変なぐらい長いですけども、はい、でれん、こんな感じって長いな、やっぱ持ってみるとなこれは長いね、あーなんというか、あーこう言ったらあれですけどね、キャスティングの折りからに近いような、そんな感じのね、あーこれこれ、こんな感じの使いたかったんだよねっていうね、ちょっと紫が強いような感じの、こういう感じのねミミズカラーなんですね。はい、じゃあ早速ね、もう一個のね、もう今江勝隆プロが考案した今江ドバミミズね、何なんですかねこのミミズカラーって、本当なんかよく釣れるんですよね。まあカラーの違いなんてなって思いつつね釣りしてるわけなんですが、実際ねスペシャルカラーとかショップオリジナルでこういうの出てて使ってみると、まあね本当よく釣れるんですよね。はい、これがね今江プロの考案した今江ドバミミズ、はい、デローンと出てきました。非常にねミミズカラーなんで似てはいるんですけども、並べてみるとねその違い歴然で、ほんと微妙な感じですけど、こんな感じの違いがあります。はー、重いね、ワームで重いなんてね、なかなかやっぱこう面白いルアー増えてますよね。はい、こんな感じね。あーちょっとね今江プロのやつはあーちょっと茶色が強めなのかな、でもね生の目で見るとやっぱりちょっとね紫が入ってているような、まあでもねほんとドバミミズっていう感じのね、これ
ね、シルエットはっきりくっきり系のねカラーが好きなんですが、それでもってこのミミズ系カラーね、近年もどんどん人気が高まってますけども、なんかねやっぱミミズは好きなんでしょうね。あのブラックバスね、こう結構流れ込みとかでね、多分こういうのがいっぱい落ちてくるんだと思うんですけども、思わずパッと食べてしまうんでしょうね。でお正月のねキーポンのあのくじ引きなんかで、あのちょっと去年買えなかったうなぎリグね、エバーグリーンのああいったねパーツも買うことができたんで、基本はねあの説明とかブログで読んでると、マス張りでね大きめの丈夫なタリンズマとかああいったマス張りで岸際にそっと置いて、バスのタイミングでこう大きいんだけどもすごいソフトプレゼンテーションで落として、でこのボリューム感でバスに自分から気づかせてバイトにねつなげるって、そういった使い方みたいなんですけども、そこでハッと見た時にこのミミズカラーがめちゃくちゃ効くっていうことで、実際ね、まあ、せっかく6本も手に入ったんで、今年はねタイミングタイミングでチャレンジしてみたいななんて思うんですけど、まあ なんですかねもうこれすごいですね、手からどんどんぬるぬると滑り落ちていく感じなんですが、まあこれをね一つのパッケージに入れて持っていこうかな、どっちがどっちか分かんなくなっちゃいそうですけどね。まあ一応念のためね、この単体での重さも測っておきますかね。色の感じはまあまあまあこんな感じでしたよっていうところで、ではい、じゃあこのイールクローラーの10インチですね、重さは何グラムでしょうか。軽く25.2g っていうことで、まあね、ただなんだろう、コイルとかちゃんと仕込まないとフルキャストしたらねぶっちぎれちゃいそうですからね、ちょっと使う針とかリグの方法とかも煮詰めつつね、雰囲気があったらね、まあなんだろう、ちょっと今日なもういっぱいあの連れ線のアームで数釣りしてな、ちょっと大きなバスもよく見えてるからとかね、味変でねどんどん使っていこうかなというところと、案外ねあの結構擦れてるダムとかだと、小さいワムだと結構見切ってきちゃうことなんかがね、あーこれルアーでしょみたいな風に見られちゃうことがあるかと思うんですけども、そんなタイミングで味変じゃないですけども、こういったすんげえやつを静かに入れたらね思わず反応しちゃうタイミングもあるんではないかなということで、嬉しいですね。そんでこうやってまあいろいろテスト段階でね、まあこっちもいいしあっちもいいしってね、それでもやっぱりメーカーとしてはまあどっちか選んでね、そのカラーのバランスとかを見ながらね展開していきそうなところなんですが、今かつのこの釣れそうだからもうねどっちもね準備しちゃうよっていうね、この感じね、まあ、こっちもいいしあっちもいいしっていうことで、まあなんだろう、ちょっとね釣ったことないんでまだねこうっていうのは語れないんですけど、今年はねなんとかねこういった長ロングワームとかね、釣果に結びつけて、あこんな時に入れるんですよなんてねちょっとね語れるようになりたいななんて思いまして、であの気になっていたねブログとかで読んでね、あ出たら欲しいなって思っていたこのね2色今江プロモデルと三原プロモデルね、両方買うことができたんで、でね三原プロはねもうほんとグラビアスを使ってあの釣りの大会優勝っていうことで、自分もねグラビアス持ってるんで、グラビアスに、まあ、好きなロッドで組んで、そんでもってまあそうですねタリンズマンとかの流儀の針で合わせて関東のダムで効くのかな、こんな風にね試していきたいななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り子 TV はねこのカラーの違いですね、2色出たのでイールクローラーの、三原生ミミズと今江ドバミミズ、これがどんな感じかってね、開封して見ていきました。はい、釣り子 TV でした。テローンと。